工事をあの子から奪おうとする人間はみんな殺されるわ。だからあなたのことが心配だったのよ。工事はあなたを好きなのが分かったから、メールであなたを脅したり、ウェディングドレスでショックを与えて、あなたがこの家から出ていくように仕向けたのよ。アリスは時々あなたをゾッとするような目で見てたわ。涼子さん、あなたこの家を出て浩二と一緒になりなさい。その方がいいわ。アリスはどうなさるの？なんとかしなきゃね。あの子は善悪の区別がつかないのよ。病気なんだわ。塚原先生に相談なされば、とってもいい先生よ。そうね。アリスを見てきます。大丈夫、サンキュー。いや、先。俺さ、ちょっと家の方に戻ってみるよ。どうにか聞こえるかもよ。電話に誰も出ないんだ、気になるから。あと頼むよ。